はいどうも、カパイン長です。じゃあね、コラボサイダーからいきましょうか、コラボサイダーね。でまあ、今日もこのコラボサイダー記事、ニュースがいくつかあるんですけども、まあ、主に東京都ですかね、東京都にとっても、やっぱりこのコラ,ボコラボネタは都合悪いみたいで、もうなんか露骨に証拠隠滅ですよね。<laughs> それこそなんかもう、三浦瑠唯さんばりに知らぬ存ぜぬみたいな、ね、決め込もうとしてますよね。 すげえよな。本当いよいよ、ね、立法、行政、司法、全部食われてますね。<laughs> もう本当ほんと、大掃除になるけど、この、まず掃除する人をさ、探さないといけないっていう <laughs>。勘弁してくれよな、本当うん。ね、終わりました。私が僕が、売りが、あ、売りがダメだ。<laughs> いや、もうそんな状況ですよ。今、笑っちゃいましたけども。ねえ。 じゃあ掃除しないとねっつって掃除する人がさねがめてくのような,なんかそんな状況だもんねドイツもコイつもだからねたまったもんじゃないねほんとでまあこの東京都でしょ小池百合子都知事ですよね証拠隠滅ですよこの若年被害女性支援事業をやっているやっていたかもう今福祉保健局ね廃止しましただってついこの間まで募集かけてたとこじゃなかったっけここ <laughs> すげえなうん えーまあ、福祉保健局を廃止して新たに福祉局と保健医,医療局を設置しますだって都民の命そして健康を守り、えー福,祉うん、福祉保健医療サービスを将来にわたって盤石にしてまいりますもう延々吸い上げるってさ東京都は東京都で <laughs> この人もすげえなーでしかもそこだけじゃなくてねこの若年女性支援 他にもね、3つ、3つってあったかな。この女性支援事業がまあ4つあるんですよ。4団体。で、うちこのコラボ以外の3つの団体はもう事業記録のチェックすらしてないっていうのがバレるんですよね。だからもう、やばいことなんだ。<laughs> なんだこれは。<laughs> ずさんなじゃないよね。だからもうほら、前から言ってる通り、ね、もう立ち悪いやつが、 日本の制度を悪用して、ね、私服肥やしながらあ活動資金を捻出しのを、ね、本国に送金していたじゃないんですよ。もうはなから制度設計、もう最初から、ね、反日税が日本の税金、公金をがめて本国へ送金するためにだからもう立法、行政、司法、だもうドイツもこいつも寄ってたかってですよ。みんななでグルになって だからもう日本政府もそうだしこの東京都もそうだし、ね、もうありとあらゆることごとくだよね、うん、だからもういよいよ我々一般の日本国民だけですよ取り,残す取り残されてるじゃないな、まあ、そもそもそうだよねターゲットはだって我々、ね、だから日本イコール日本とすれば本体だから肉体ですよね本体日本に、ね、このチュー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 チュ,ーチューパシャップするためにこのなんかケーブルをガス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 ぶっ刺してってさ で、どんどこどんどこ、ね、この体液を、ね、養分を吸い上げていく。死なない程度に。うん。てめえの足で立って歩いてどっかふらふら行けないようになるまで弱らせるんだけど、別にとどめは刺さない。だってほら、寄生虫が死んじゃうじゃん。あの、親、親じゃない。宿主か。死んじゃったらね。うん。っていう状況じゃないのねそういうことだよね。うん。制度運用、ずさんな制度運用じゃないよ。 ね、反日税のための制度運用だよ、うん、えだってコラボなんてまさにそうだったじゃんねえ,えだってこの女性の女性支援ね若年女性支援とか言いながらさえだってあの自立支援はしないで囲うって言ってたじゃんだからもうなんか子どこの頃おかしいよねほんとねうん でしかもそんな様子を見て、いよいよこのほら、昨日、この音喜多さんがね、あのこの国会でっていうな維新のあったじゃないですか、えっ、ー、と、代表質問か。ね。で、それに対してね、<laughs> まあ、音喜多さん音喜多さんで、えコラボサイダーじゃなかったのって。<laughs> なんか面白い、なんか、あの、なんていうのかな。 えー、受け取り方っていうか、この関ヶ原の小早川みたいな、あ <laughs> あ、面白いな、確かにそうかもしれねえと思ったんですけど、でね、そんな音喜多さんの様子を見て、ね、例の足達さんですよ、ね、足達さんもう完全に、ね、ガチでゴリッゴリのチュッパチャップスですよね、維新代表質問、ってことはこれ、維新の相違ってことだよね、どっちかというと、安達さんが維新でアウトローでしょ、うん、でその安達議員が、ね、残念だって言っちゃうんですよ。 <laughs> エビデンスがない今、果たすべきは陰謀論に要することではなく、ね、冷静な議論を促すこと、なんだろう、もう内部分裂始まってるんですかね、維新の中では。音北さんの若年被害女性等支援事業に関する質問主意書、一人の国会議員としての取り組みやと思ってたら、党の代表質問で取り上げちゃったのか、残念、都合悪いんですよね、足立さんにとってもね。 でエビデンスがない今。エビデンスがない <laughs> 今の段階で政治が果たすべきは、だ今のうちにね、うん、もうポシャラス社握り潰せば、ねうん、安泰だ。だもう共産党と一緒じゃないですかで。役割は陰謀論に要することではなく、えー、エビデンスに基づく冷静な議論を促すこと。私の一貫した考えだ、つってんで、ねあの、終始コラボサイダーだ。反日勢です。 何かって言ってますね。あ,あ、組するですね。要するじゃないですね。組するですかね。で、まあ、この音喜田さんって、えーと、政調会長ですね。政務調査会長で、常任役員ですよね。足達さんはあの、だからさっき言ったように、この維新でもなんか、なんていうの、阿竜っていうかアウトローですよね。うん。そんな足達さんが、だからよっぽど個人的に、 あの都合悪いんでしょうね。うん、これを追求して、どん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 、ね、それこそ村木さんたちのところまで行っちゃったら困る人たちの一人。そういうことですよね。うん、<laughs> だからもうやっぱりさ、ね、さっきの東京都の話じゃないですけども、もう乗っ取られてますよね。うん、立法行政司法、ね、残ってんのは我々一般日本国民だけ。さあ、どうしましょうかね。 まあ一応なんかそのエビデンス、エビデンス言うんで、まあそのちょっとねこのごちゃついてるんでねまあまとめると、まずこの女性支援法、これがまあこのコラボからスタートしているこのこのの今回のこの騒動のまあなんていうか根っこというか背景にあるものですよね。だからそれでこの利益を得るやつらのみでね構成されただからまあ村木さん率いるこの厚労省の委員会があったじゃないですか。うんで あと、この政治、政治や連中の,このコラボへの異常な要はこの支援というか執着というかだからまあその法案の,この審議時間ゼロとかさねなんか便宜を適当な感じでこの通すようにこの都に働きかけちゃったりとかさあったじゃないですか。でこのメンバー、組織してあるいはこのチュッパチャプスどもの ね、委員たちの、えー、異常な経歴ですよね。ねなんかこのやたらとこのねこのとある半島のあの国のプロ市民団体とつながってみたりとか、ね、だって日本国内のねこの支援団体支援団体みたいなのをこのボスとかいるじゃん普通に。であとこの抗菌チュッパチャプスの仕組みに、えー、歯止めをかけようとしてるとしてまあ今してるじゃないですか。 もう大騒ぎするやつらがこう湧いて出てきてますよね。うん。だこれをさて、じゃあどう始末つけていきましょうかっていうことですよね。だから一番きついのはさ、ね、もっともっといろんな人にこの興味持ってもらって、ね、この YouTube でチャンネルやらせていただいてる僕からすると、もうあのポシャリかけてるような、うん。そんなこの雰囲気も感じるぐらいだから。 なんていうのかな、我々、ほら、あの別に被害者面するつもりはないですけども、ね、この養分扱いして、このちゅう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 吸われる側なのが我々日本国民、ね、納税者じゃないですか。ね、日本社会、ね、我々が、ね、この乗っ取られてるっていう事実に、やっぱり自覚がないんですよね。身に覚えがない。だから、まあ、なかなかこの自分事としてこの捉えられないのはしょうがないし、それがそもそも狙い目っていうか、狙われてるところだと思うんですけどね もう日本が乗っ取られてってるっていうことに早く気づかないともっともっと多くの人,に人がもうどん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 吸い上げられ続けますよね、うん、まあ厚労省だけじゃないですけども経産、ね、このまあ財務省もそうだし、ねえー、農林水産もそうだし、ね、関係してね省庁なんかもうないかもしれないよね。うん だからもうそうチェックする、ね、そうチェックしてほんの一部でも怪しいところがあったら、ね、確実にバラして一、ね、個ずつめん,どくさめんどくさいとかじゃないよねだって、うん、潰していかないといけないんだよな。 だからまあ分かりやすいこのポイントとしてはこの弱者救済何かしらの,この弱者救済を歌っているやつらはもう全部疑うべきですよねだってもう実際、隠れ蓑のにしてでそうすれば探られにくいってこの高く振ってたわけじゃないですか叩かれにくいし、うん、だからもうことごとくね容赦なくかっぱいてね潰していかなきゃだめですよね、うん、だからなんか人権とか,なんかそういうのを歌うやつらもそうですよ。うん とということで今回以上されてございました。ではまたごきげんよう。